にちは、セラです。コミです。ココです。今日は質問コーナー、イエーイイエーイ。インスタで質問を募集したので答えていきたいと思います。はい。今何年生？高1。4年生。11。何年すんの？ JC1。 ファースト JK です。ファーストザスーです。ファーストザスーです。身長何センチ？150 149.9。 自由じゃないって。150でいいんだって。そんな細かすぎるでしょ。150 150 128 148.7。 どうやって前髪減らした？半分だけ取って、こうやっていってピンに留めて、後つけてから伸ばし、でも感じだす。みんなは彼氏いる？いないです。いない。いない。欲しいの？欲しいよ。高校で彼氏作るために中学で作らなかったはずなのに、まだできない。まだ1ヶ月しか経ってないから。まだ1ヶ月しか経ってないからね。高校はどう？めっちゃ楽しい。シェラちゃんは通信？それとも全日？全日。お気に入りのトワイスグッズ教えて。せーの、ベルト。え？お気に入りか。なんて言った？全部。全部。ラブリー。お気に入りの文房具は？クモカッター。消しゴム。消すのは嫌いだけど集めるのが好き。筆箱。確かに。私も相方のロリは。オフ会の予定はある？ない。できるならやりたいよね。やってみたいよね、うん、やってみたいね。おい。はーい。はーいだね。ピアスは開ける？開けたい。開けたい。開けたくない。あれ、リココちゃんも開けたいの？開けたいの。絶対痛いと思う。絶対痛いと思う。後悔する。いや、イヤリングもさ、つけないくせにさ。そうそうそう。苦手な教科、得意な教科教えて。数学物理。得意教科ですか？苦手な教科。得意な教科は美術です。全部苦手です。特に苦手なのが理科。得意は図工、苦手は学と社会。ヘアオイル何使ってる？せーの、ビオレ。あれ？ラックスだし。ラックスです。もうすぐなくなっちゃうので無印の使います。これから朝はパン？ご飯？せーの、パンプラスご飯も食べちゃう。あ、食べてます。食べてる食べてる。めっちゃ食べてるわ。私はパンプラスヨーグルト、チョコレートパンプラス昆布ご飯プラスヨーグルトプラスこんにゃくゼリーを食べます。めっちゃ食べるね。将来の夢は？立派な YouTuber。 立派な YouTuber。 素晴らしい。ありがとうございます。クリーム屋さん。かわいいお嫁さんじゃないそれはそうでしょ。トワイスはいつから好き？2018年。6月じゃない？6月くらい。ドラマは何か見てる？ドラマ好きといえばリココちゃんよね。ワル。ワルと最近ハマってるのが政府のドラマ。そう、最近めちゃ激ハマりしてるね。いつまで YouTube 続ける？やめる予定はないのでずっとやります。はい、はい、私もです。最近ハマってることは？ダイエット。あの部屋、机をある？ある。机をおしゃれにすること。5文字。ベーコン。一緒かもしれない。せーので、ラブロックス。ランニング。熱もダイエット。あ、私もランニングハマってる。え、ラブロックスはい、YouTube を始めたきっかけは？そうでしょ。私が小1の頃に YouTuber さんを見て、私もこんな風になりたいだいたいそういう感じ。そう。なにわ男子好き？好きかも。面白いし。尊敬してる先輩は？います。います。います。うん、いるの？めっちゃいる。うち一人だけどね。私？うち？おお、先輩なのこれ。お姉ちゃんじゃなくていいの。採用し教えて。ドワイスのももちゃんです。ドワイスのジオちゃん。あ、いるよ。誰？外国人でしょ。ドラン見た。三田園か。あ、どうしよう。家政婦の三田園。そうなの？おおっと出ました。あの髪型がかっこいい。三田園の髪型が好きなんですか？そう。え、あの人ってさ、あの人だったの時を。全然しない。ダメだよ。初心者でもできるメイク方法。まず簡単に下地、日焼け止めとか何でもいいから塗って、なんかパタパタ、パウダーつけて、目塗って、鼻描いて、ほっぺ塗って、口塗って、
線引いてアイライナーマスカラつければ完了、はい、眉毛も二重幅に沿ってアイライナー塗ってアイシャドウ塗って下に涙袋の線を描いて、うん、すると目が大きく見える。それでなんかハイライト、ハイライト、ハイライトね、鼻に塗ると結構白いの塗ってで下ら辺ちょっと塗って完成です。好きなアニメはスルイケアンパンマンで、好きな髪型お団子下に似てる、ね、エクストつけて下ろす。リココちゃんの TikTok を見てもらうと長くなってるよね。私やってみたい髪型があるの。センター分けでこういう感じ。あー、お姉さんみたいなね。そう、私ね、切りっぱなしボブにしたいの。好きな YouTuber さん、クレイジーマグネットさんと平成フラミンゴさんとスカイピースさんとバンバンザイさん、仲間地兄弟さんです。クレマグさんと平成フラミンゴさんとバンバンザイさんです。セイラちゃんとココミちゃんは何部に入りましたか？ちょっと恥ずかしいんですけど、お菓子作り部です。ダンス部です。パパとミキにすればよかった。キレキレにはしてない、ちょっと恥ずかしいから。ねえ、痩せるって決意したのにさ、お菓子作りで作って食べちゃって結局痩せない。名前の由来と漢字を教えてください。本名じゃないんですけど、星野さくら。自称、自称星野さくらと書いてセイラと呼びます。本名じゃないんですけど、自称心に美しい、心が美しい子になってほしいらしいですね。そうですね。にに子に子供の子に子供の子はい。夜何時に寝て朝何時に起きる？はい、12時半くらいに寝て7時13分に起きます。え、12時30分に寝てる？ちゃんと寝てない。12時45分に寝て7時13分に寝てる。1時寝てる？いや、1時寝てない。10時15分くらい。いやいやいや、そんなに早く寝てない。11時でしょ。ママ見るときは11時、見ないときは10時半。朝は7時30分。はい、夜は12時くらい。入学した当時は11時15分に寝てました、うんうん、で、起きるのは7時10分です。そうだね。コンビニスイーツは何が好き？はい、みたらし団子。スイーツじゃないんだけど、あのセブンのレッドフルーツ。私もゼリーですね。どこにも勉強に集中するには、はい、集中してない人やね。あの静かのところで二人きり。誰と？ママと。ママと二人きりででやるのが落ち着く。タイマーをかけて何々までやるって決めたら自然と集中できるかもしれない。静かなところでやります。受験場所は綺麗な空間で45分を立ち返らなきゃ。机に文房具とノートと教科書とか。はい、もう大丈夫です、はい、好きな異性のタイプ。はいはい、垂れ目。おー、いいじゃん。少し抜けてるかわかんないけどちょっとだけ抜け気味な感じ。自分抜けてるけどね。自分抜けてないけど抜けてる。いじってくれる感じ。ちょっとタラストのマッシュ。マッシュで高身長、性格良くて優しい人って、うんうん、性格って大事？大事に決まってるし。BTS 好きですか？好きです。好きです。好きなジャニーズグループある？あんまジャニーズ詳しくないんだけど、友達の影響で結構キンプリとかなにわ男子とか。以前キンプリをしてました。確かに。好きな名言。僕が飛べる油断大敵っていうカバオの名言。カバオの名言。ああ、そうなんだ。校長先生が好きな。ピンチはチャンスで。小学校の時のね、校長先生ですか、はい、垢抜けるにはどうすればいいですか？実際垢抜けてないので、垢抜けたない私が言うのもあれなんだけどとりあえず前髪を薄くして眉毛を整えて爪をきれいにして、そう、あと肌もきれいにしてメイク上達させて、足もあとカラコン入れる。高校での目標は1年間苦手な先生に耐える。無人島に姉妹のどちらか一人ずつ連れてくならどっち連れてく？やはりリココでしょう。リココちゃんは私は好きな食べ物。ブロッコリー。あ、間違えた。レタス。フルーツ。フルーツとキムチ。ピンクグレープフルーツ。あとフライドポテト。あとマック。 YouTube で過去一つらかった動画なんですか？え、あります。何？ここも泣く演技。泣く演技。私は恥ずかしい。ごっこ遊び、なんか幼稚園ごっことかが。私はありません。はい、習ったことのある習い事は？
習ったことがある習い事。英語かっこダンスかっこボーカル塾塾と英語とピアノとダンスとかっこボーカルのレッスン。ボーカルレッスン、はい、ボイトラドス。ボイトレ。え、したしてないよ。してないしてない、リコちゃんしてない。ボイトレダンスと、ねえもう言わないで、ねえもうボイトレでいいよ。高校生になって大変なこと、楽しかったことある？ほぼ毎日のようにテストがあることと、で、放課後にいろんなとこに遊びに行ったり、お菓子パーティーしたりすることです。女子会はないの？女子会やった。3人で喧嘩する？ほぼ毎日します。めっちゃめっちゃめっちゃ、ね、カットして、カットしてよ。誰と誰で喧嘩することが多い？まずは私から言います。リココですね。私もリココかな。なんなのよ。はい、次、はい、自分の好きなやったかな。ないけど。ないの？ある。前髪。髪の毛が薄いので髪を巻くのにあまり時間がかからない。ストレートにできちゃう。私は首が長いところ。首が長くていいところあった？なかった。そんなところしかなかった。髪の毛が短いところがいいですね。はい、憧れている人は？憧れてる人は、はい、先輩。私はみゆちゃんです。あ、マジで同じして思えないほど女子力高いし、マジで勉強もすごいし、部屋も本当に美しい。マジで尊敬します。はい、受験勉強で大切なこと教えて。過去問を解きまくるといいらしいです。ガールズガールズやラッキーラッキー知ってる？あ、はい、ガールズガールズは名前は知ってますね。パパのお姉ちゃんが、ちげえよ。パパの友達が好きみたいですね。それで知りました。ダイエットで気をつけてることは？はい、炭水化物を食べないことと、夜お菓子を食べないことと、主食をレタスにすること。お菓子は絶対 NG です。好きな都道府県せーの、愛知県。あります。はい、はい、三重。おー、三重好きだよね。チャンネル登録お願いします。こちらの動画も見てね。